今回のミリチャンネルのゲストは、これ何回目？はぁ、ゆぷよしがデータ紛失したんだって。まあなんというかその、やってしまったな。ちなみに2号もだ。まあ、そのおかげで、みやびちゃんの登場機会が増えたからいいんだけどね。あ、はいはい。僕どうしたらいい？それではですね、最初に1号戦車さんのお生まれになった経緯についてお話しいただけますか？ベルサイユ条約によって戦車の開発を禁じられていたドイツだけど、戦艦機、秘密裏に、WD、シュレッパー、中トラクター、軽トラクターなどの名称で自走砲や戦車の試作が行われ、ソビエト連邦、火山の実験場でテストが行われたんだ。だけどこれらはどれも試作の域を出るものではなかったんだけどね。一方、軽トラクターの開発とは別に、1927年10月、フルック社は、後に LSK と呼ばれる自走砲のシャーシの開発を開始した。リアエンジン、リアドライブ方式、操縦席は前部右側にあった。シャーシ中央に 37mm 砲もしくは 75mm 砲が置かれ、武装と装甲を含む重量は 7.9 トンになる予定だったんだ。そして1928年、イギリスでカーデンロイド、マーク6、豆戦車が開発され、各国に豆戦車ブームを起こした。各国は従来の軽戦車の回となる、それまでの兵器体系にはなかった新たなカテゴリーである豆戦車購入、開発、整備に乗り出し、ドイツもこのブームを無視することはできなかったんだ。1号戦車の原型である小型トラクターは、そもそも3トン級の豆戦車相当として開発が始まったのであって、ここは重要な点であるんだ。1号戦車さんを軽戦車として捉えると、本質を見誤ってしまうということですね。小型トラクターは豆戦車相当であるがゆえに、軽戦車である軽トラクター9トン程度と並行開発がされたのであって、両者はそもそもカテゴリーが異なるんだ。1号戦車さんを軽戦車と捉えると、軽戦車である2号戦車さんとカテゴリーが重複してしまうわけですね。1号戦車の本質を豆戦車と捉え、2号戦車は開発中止となった軽トラクターの代替だと考えれば、この両者もカテゴリーが異なる。つまり住み分けがなされているわけなんだ。1号戦車は来る新型戦車の開発及び配備が終わるまで、それに乗りうる乗員の訓練用として安価かつ速やかに用意できる車両という名目のもと開発がスタートした。1932年、グループ社はイギリスのビッカース、アームストロング社よりカーデン、ロイド豆戦車の武装を外したカーデン、ロイド牽引車3両を購入し、同年5月にはこれを参考にした試作車台を完成させたんだ。同年7月に走行試験が行われ、その結果に満足したドイツ兵器局は、農業用トラクターの秘匿名称を与え、生産発注を行ったわけなんだ。それでは次に1号戦車さんの特徴についてお話しいただけますか？車体構造は当時の主流であったリベット接合ではなく、溶接で組み上げられていたんだ。 MG13 系機関銃を左右並列に連装で装備する回転砲塔は戦闘室の右寄りに搭載され、戦闘室左側に乗員乗降用の水平に分割式のハッチを設けていた。砲塔内部には砲塔後部下端から吊り下げられた車長兼機銃手用の座席が設けられていた。右側に砲塔旋回ハンドル、左側に機関銃の浮上ハンドルがあった。右手で操作する旋回ハンドルの回転円盤には、通常の棒状ハンドルの代わりにピストルグリップがついており、トリガーガードとトリガーからなる人差し指で引く方式の右側機関銃の撃発装置がついていた。
久々に来たな。左手で操作する浮上ハンドルの回転円盤には通常の棒状ハンドルの代わりに左手で握る T 字型ハンドルがついており、人差し指で引く方式の左側機関銃の激発装置がついていた。なるほど。これらにより前回浮上操作をしながらの左右機関銃の同時もしくは別々の射撃が可能であったわけですね。左右の MG13K は前後にずらされていた。左右の MG13K の間には望遠鏡式照準器があった。 MG13K はベルト球弾方式ではなく25発入りバナナ型マガジンによる球弾方式なので継続射撃能力は劣っていたんだ。各 MG13K の左側面にはマガジンが、右側面には薬莢入れがついていた。弾薬は7.92×57mm モーゼル弾で、通常弾が25発入りマガジン61個分の1525発、 SMK 弾、高新鉄鋼弾が25発入りマガジン25個分の625発の計2150発を車内各部のマガジンラックに収納していた。谷機関銃に取り付けてある分など即応弾が100発、計2250発を積載していた。足回りは参考としたビッカース社製トラクターのリーフスプリングを用いたボギーを踏襲していたが、負荷のかかる最前部にコイルスプリングで独立喧嘩した天輪を追加。最後尾の誘導輪を兼ねる天輪は台形化し、さらに2組のボギー外側に補強用のガーダービームを追加したんだ。それでは次に1号戦車さんの各方についてお話しいただけますか。まずは1号戦車 A 型だね。エンジンはクルック社製の M305 空冷水平対抗4気筒57馬力を搭載。1号戦車 A 型はスペイン内戦で実戦参加したんだけど、共和国派の装備する T26 軽戦車や BT5 に歯が立たず、4両がイタリア製のブレダ M35 20mm 対空機関砲を搭載するように砲塔をかさ上げして改造されたんだ。次が1号戦車 B 型だね。出力不足であったクルック社製空冷エンジンからマイバッハ製の NL38ER 水冷直列6気筒100馬力二換装変速機も変更した方だね。これに伴い機関室が 40cm 延長され、天輪も A 型の4組から5組に増やされたんだ。設置していた後方誘導輪の位置もこれ以降の戦車と同様に情報に移されているね。次が1号戦車 C 型だね。えい。 B 型とは全く別設計の偵察型なんだ。もともとは3トンの車体に100馬力のエンジンを搭載した路上最高速度 80km の高速豆戦車として開発されたけど、最終的に8トンになってしまった。偵察のほか空挺戦車としての用途が考えられたけど、空挺作戦に用いられることはなかった。強力なエンジン、クロスドライブ式変速装置、トーションバー、サスペンション、オーバーラック天輪を持ち、増加試作車では路上最大速度 65km の高速を発揮したんだ。武装は 7.92mm EW141 半自動対戦車銃を搭載し、距離 300m で 30mm 圧の均質圧延鋼板を貫徹可能だったんだ。そして最後は1号戦車 F 型だね。前面 80mm の重装甲歩兵支援型で、これも A、B、C 型とは全くの別設計で、フランスのマジノ戦を攻略する際の砲撃を引きつけるおとり役として開発されたんだ。それでは最後に1号戦車さんのご活躍についてお話しいただけますか。本来僕は乗員の訓練や戦車生産技術を養うことを主目的としたものだったんだけど、間もなく実戦にも投入されるようになる。まず評価テストを兼ねて1936年より100両がスペイン内戦に投入されたんだけど、相手側の T26 軽戦車や BT5 快速戦車といった砲装備の戦車及び対戦車砲に
は太刀打ちできなかったんだ。練習用戦車で戦闘とかマジ最悪なんだけど。しかしその後もポーランド戦、フランス戦、北アフリカ戦線、そして東部戦線とあらゆる主戦場にその姿を見せ、損害を被りつつも3号戦車や4号戦車が十分に行き渡るまで戦い続けたんだ。その後も本来の用途である訓練や占領地の警備に使用され続けたんだよ。実戦では軽装甲で機銃しか装備を持たない僕は大きな犠牲を払うこととなってしまったけど、これは早まった開戦とい想定外の事態に直面し出撃せざるを得なかったためであり、僕の真の価値はそれ以外の点にあるんだ。なるほど。どのような点ですか？まず、訓練用に開発された1号戦車は受信専用ながら全ての車両に無線機を搭載し、他車との連携による戦車の集団運用を可能とした戦車等の電撃戦を成功に導いたんだ。次に、実戦使用が厳しいことが明らかになったことで、これら既存の車体を生かした各種自走砲を開発し運用するという、以後のドイツ軍自走砲製作のルーツにもなった。そして何よりも僕の成功が後のトラオ君やパンター、果てはいいシリーズやマウスといった他国にはない戦車への飛躍的な進化につながったんだ。今回のゲストは、1号戦車なくしてドイツ戦車は存在せずと言っても過言ではないはない1号戦車さんでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もしていただけると